どうしても他の人と比べたくなり、恋愛などのプライベートがボディメイクに悪影響を及ぼしてしまいますと。どうやって気にならし考えて自分でフォーカスすればいいでしょうか。あ、なるほどね。他の人と比べる。これはね、まあ、これはね、まあ、人だから、やっぱ競争っていうのはあるので、まあ、こういう気持ちもわからないでもないんだけれども、やっぱりトレーニングというのは、100人いれば100通りの効果の出方があると。で、やっぱり、まあ、これは、みんなわかると思うんだけれども、まあ、トレーニングすぐやるとすぐ発達するやつもいる。で、時間がかかる人もいると。まあ、不思議なんだけどね、筋肉を作るメカニズムっていうのは、みんな一緒なんだけれども、これが筋肉がつくというか、体が変わるスピードが、100人いれば100通りがあると。で、まあ、俺は、例えば、変な話だけど、学校に、どんな学校にもやっぱり1人か2人はマッチョみたいなあだ名で、筋肉質なやつがいるじゃないの。別にトレーニングやってるわけじゃないのに。まあ、トレーニングやってたとしても、子供だから別にそんな大してやってないんだけれども。そういう人っていうのはやっぱり、まあ、もちろん元から筋肉質なわけだから、トレーニングしてもやっぱり、すると筋肉質の人はすぐ発達しやすいと。なのでまあこれはね、まあ、しょうがないといえば人生不公平というか、まあ公平にはできてないので、これはまあもうこれとして納得して、これをね考えていると結局はまあコンテスト出るとさっきのまあ鉄じゃないけどまあ勝ち負けて悔しいっていうのもあるんだけれども、これはね結局人が審査するものなので、悔しいのはもちろん次のコンテストにこれを調整にぶつけていくと。これを、負けた、あっちに負けて悔しいというふうに、対戦相手に持っていくところは不健康になっちゃうんだよね。あでももちろん、トレーニングしてる段階であいつに勝ちたいと言って、それを良いエネルギーにしていくのはいいんだけれども、これは結局、そのライバルに対して、本当にあいつを倒したいと思ってると、結局、楽しいはずで始めたトレーニングが、なんか違う目的になっちゃうということなので、常に自分と比べていくと。昨日の自分より良くしていくと。ね。いうことで、これは、肝に銘じていかなくちゃいけない。これはやっぱりメンタルだよね。メンタルを強く持って自分、他人と比較しないと。ね。あとはプライベートが、ボディメイクの悪影響。これはね、誰でもあると思うよ。プライベート、仕事であるとかね。そういった悩みがジムに来ちゃうと。ただ、ジムに行くというのは、逆に言えば、それから逃れられる空間でもあるわけだ。なのでまあ、最初来た時はなんかこう、なんか悩んでるなと思うけども、最初ウォーミングアップセット始めたらどんどんのめり込んでいくとかね。あとはね、なんかもう、神頼みみたいな感じだけども、結構フォーカスできるプリワークアウト飲むと、結構のめり込んでやれる時もあるので、このフォーカス系の、まあ、ボディカフェで言ってるのは GLHF とかね。これはゲームの人が使うサプリメントですごい集中できる。なのでそういうのを飲んでトレーニング中に集中できるようにね、没頭する感じになるとかね。そういうのもいいと思うよ。だけどまあ、ここで今こういう波があるというのは、これは自分で言えることはこれすごいことで、結構これ思ってても、こういう言葉にできないというか、人に言えないという人が多いと思うので、これ言うということ、こうやってこれで口に出すって、まあ書いてるということだけでもこれはいいと思う。ね、質問ありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。